はい、ありがとうございます。先ほどまではジャイカ海外協力隊終わってその後何されてたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけれども、今エゴロの代表されていらっしゃると思うんですけど、ちょっとそこ何されてるのかっていうところと、どういう団体なのかっていうところをお聞きしてもよろしいですか。まあ、エゴールっていうのが始めたのが去年の5月ですね。コロナで、はい、アフリカもかなり大変な状況になって、はい、まあ、大変な状況っていうのが、うん、特にケニアで貧しい、まあ、スラムの地域とかってあんまり貯金がなくて生活してる人たちが多くて、うん、でその中でコロナが起きて、はい、失業して仕事を失って、でまあ、結構食べるものにも困ってるみたいな人たちがいて、で私の知り合いの現地でサッカークラブを運営してるような人たちからも、はい、まあ、その地域で困ってる人が多いんだっていう連絡が、まあ、何かできるかなっていうことを考えた時に、その現地のサッカークラブを拠点にその地域の人たちに、まあ、食料だったりとか、あるいは衛生用品マスクだったりとか石鹸だったりとかを配る活動ができないかなと思って始めたのがエゴール、はい、あくまで、まあ、スポーツはツールというか、うんうんうん、現地のスポーツクラブを拠点にっていうところで、はい、やってる活動で、そういうことですね。はい、実は今日ちょっと、はいはいはい、こんなボールを持ってきたんですけど、サッカーボールですよね。はい、サッカーボールですね。UN が国連が、はい、SDGs ボール、あ、本当だ、はい、これ SDGs になったの、ね、そうなんですよ、 SDGs 柄で、あ、すごい、はい、へえ、国連もこうやってこうスポーツが、はい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 、SDGs、うん、課題に対して解決するためのツールになるんだっていうことを考えて、あ、いろんな活動してるんですけど、はいはいはい、はい、まあ、エゴールも、まあ、アフリカの地域の課題に対して、はい、スポーツを使ってアプローチをしていこうっていう活動を、なるほど、確かにすごく、まあ、アフリカとか、まあ、僕がいたところもそうですけど、すごくスポーツって身近ですよね、うんうん、でそこを嫌う人ってあんまりいなくて、うん、みんな楽しくやりますよね。そうですね、うんうん、現地のサッカークラブとかってただサッカーを教えてるだけじゃなくて、その地域の中でそれこそ学校に行けず困っている子どもたちに対して勉強を教えたりとか、サッカークラブ自身が学校を運営してたりするようなケースもあるんですけど、あ、そうなんですね、はい、他の NGO だったりとか、うんうん、現地の企業とかと組んで、水対策だったりとか犯罪防止のワークショップだったりとか、はい、いうような感じで、もともと彼ら自身が社会の課題を解決するためにサッカークラブ使ったりとかしてる。あ、そうなんですね、はい、そういったワークショップって他の人を、お呼びしてそこでワークショップするようなイメージですか。そうですね、それぞれのテーマ別に講師を呼んで、まあ、だからサッカーっていうとかスポーツっていうものを一つ軸に置いて、はい、その上で集まってくる人たち向けに、うん、いろんなものを、うん、まあ、ツールとして提供しますよと。そうですね、なのでそこで勉強、まあ、いわゆる勉強ですよね、はい、でサッカーっていうところも通して楽しんでもらうというところだったんです、ね、うん、そうですね、あ、面白い。実は NGO 側も、はい、自分たちで人を集めるっていうのは結構難しいけれども、はい、その地域のクラブとかと連携することによって、うん、その集客力もあるし、エイズの話しますよだとなかなか、うん、集まらない人たちがサッカーで集めます、サッカー大会やりますよだと集まってくるので、うんうんうん、フックみたいので使ってる感じですね、はい、なるほど。確かに NGO がワークショップやろうと思っても、うん、知らない街に入れないじゃないですか、はい、不信感とか、うん、まだこの団体が何かも分かんないんで、はいはい、だからそこで、まあ、いわゆる協会とかサッカーイベントをやりますよ、その中でワークショップとしてこれも学んでもらいますよみたいな感じであれば、確かに入りやすいですよね。そうなんですよね。ああ、そうか、はい、そういうことか、はい、なるほどですね、はい、具体的に直近で何やったかっていうところもお聞きしてもいいですか。ジャイカ横浜さんと、はい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 、オンラインでのイベントをやったんですけれども、それに合わせて、はい、ちょうどそれと同じタイミングで、うん、アフリカでも3カ国で活動をしていて、例えばケニアでは現地でやってるサッカー大会、女子のサッカー大会があるんですけど、そこで生理用品の配布をしました。学校コロナで、休校してたけれども、うん、再開しても、うん、生理用品がないから学校に行けないって子たちが結構多いんですよね、うん、なので女の子たちに対して生理用品を配布するっていうことをケニアでは直近だとやりましたね、はい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 、他の2つはい、で、あとマラウイではサッカークラブを拠点に農業をやっていて、うん、そこはマラウイのチェンベ村っていうところで、もともとマラウイ湖っていう観光地があったんですね、うんうん、はい、そこで観光収入を得て割と生活してたチェンベ村の住民たちがいるんですけれど、このコロナで観光客激減しちゃって、はいはい、彼らの収入も減ってるって中で、うんうんうん、現地の人たちと野菜育てて地域の人たちに野菜を配ろうっていう活動を、はい、今してます。もう一つは、もう一つは
この間ボツワナで、はい、あの柔道のイベントをやりまして、これも彼そのボツワナの元柔道隊員がコロナで日本に任期の終わる前に帰ってきていて、はいはい、でそのまま任期終わってしまったんですけど、やっぱりボツワナで柔道の活動したいっていうところで、はい、改めて現地に戻って、はい、先週現地で柔道の大会をしたっていう、まあ、いわゆるあのスポンサーというか、まあ、いわゆるお金っていうのは どこから取られていらっしゃるんですか？大きく分けて2つありまして、1つは寄付、個人の方からの寄付ですね、はいはい、マンスリーのサポーターを募集させていただいたりとか、はい、あの単発でも、あのご寄付をいただいてっていうところですね、はい、でもう1つは、まあ、民間企業だったりとかと連携して一緒にイベントをやったりっていうところで、あのその時の事業収入のようなもので運営資金にしています。ご支援いただいた方は何人ぐらいいらっしゃいますか？今で300人ぐらい、こう、はい。そうなんですね。結構大きいですね。そうですね。毎月、その、はい、あの、今までご寄付いただいたりとか、ご協力いただいた方には、うんうんうん、あのメールで、今月の活動みたいな形でお知らせもしてるんですけど、だいたい300人、400人ぐらいが今、はい、そのサポーターとしていらっしゃいますね、はい。そうなんですね。今後していきたいことみたいなところって何かあるんですか？もともと国際協力に興味があった人だけじゃなくて、あんまり国際協力って、なんか遠い世界だなって思ってる人たちにも、うんうんうん、あの国際協力について関心を持ってもらったりとか、うん、アフリカについて関心を持ってもらったりっていうことができればいいなっていうふうに思ってます、はい、アフリカ×スポーツのプラットフォームになりたいなっていうのはすごく思っていて。あ、そういうことですね、はいはい、結構アフリカでスポーツの活動をしてきて日本に帰ってくるけれども、帰ってきたら何かしたいけど何したらいいか分からなかったりとか、なかなかそれ自分一人だと、はい、あのできないっていう時に、まあ、A ゴールのメンバーと一緒にやったりとか、それこそ今回のボツワナのケースもそうなんですけど、あの村上さんって言って日本に帰ってきていて、だけどボツワナでもう一回やりたいけどそのための資金をどう集めるかとかいうところを悩んでいて、はいはいはい、で A ゴールと一緒にあのクラウドファンディングを立ち上げて、あの寄付を得て今回現地に戻って、ってことは A ゴールさん何でもやってるってなんかつなぎ屋です、まあ、でも逆に言うと、うん、スポーツ以外のことはやらないっていうのを決めていて。あ、そうなんですね、はい、自分たちの団体の軸をぶらさないようにするために、はい、スポーツっていうものはベースにして、うん、その中でできる国際協力を全てやっていくよね、はい、まあ、まあ、そうですね。ちょっと3つ質問したいなと思ってます、はい、まず1つ目なんですけど、海外に行ったからこそ日本っていうのをどういうふうに見てるのかっていうところってお聞きしてもいいですか？私実は日本の方が危ないなっていうふうか、日本の方が課題は実は長い目で見たら多いんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ例えば高齢化だったりとか、あの地震とか、日本も天災が多いですし、例えば50年後100年後って見た時に、実は日本がアフリカとつながっていることは日本にとってもすごく利益があることなんじゃないかなっていうふうに言ってますね。何か物を売ろうとしたマーケットだけで考えても日本は多分シュリンクしていく中で、アフリカどんどん人増えるし、どんどんまあ経済的にもあの少し成長してきてるっていう中で、つながっていないことほどもったいないことはないなっていう。いや、おっしゃる通り、はい、本当にその通りだと思いますね、うん、確かに。まあなんかそんなに肩肘ひらあの張らず、うんうんうん、なんかまあ同じあの、まあ、人間同士って言ったら、まあね、大きい話になっちゃいますけど、うんうん、なんかで今それこそオンラインでつながるツールとかもすごくあるので、はい、うん、なんか一緒にあの、うん、つながっていけたらなっていうのを思ってやってます。はい、ありがとうございます。あともう2つ目にちょっとお聞きしたいなと思ってるのが、はい、岸さんが考える国際協力って何ですかね？いわゆる支援者、非支援者っていう受益者というか、の単純な関係性だけじゃない、すごく助け合いだったりとか、あの人と人がつながる、うんうん、あの機会だなっていうふうに思いますね。ありがとうございます。あの最後になんですけど、3つ目、国際協力に今携わりたいなと思ってるんですけれども、まだやっぱりハードルが高くてアプローチできてない人とか、興味がある人たちに対してアドバイスするとしたら何ですかね？できることからまずは一歩を踏み出してみようっていうところですかね、うんうんうん、はい、あの多分すごくできることはいっぱいあって、私たちもそうですし、なんか周りであの国際協力やっている大人と話をしてみるでもいいですし、うん、本当にできるところから一歩を踏み出そうっていうのが大事かなって、うん、あのやっぱり国際協力に携わりたいなと思ってても、昔とかってあんまり情報なかったじゃないですか、うん、なんで例えばケニアに行こうとした時に、うん、ケニア誰が行ってんだろう、うん、周りに誰かいるんだっけ、うん、みたいなので全然探せなかったりもするんですけど、はい、今の時代違いますよね、はい、ありがとうございます。ちょっと今日は岸さんに、国際協力かけるスポーツっていうところを軸にちょっとお話しいただいたんですけれども、
A ゴールのリンクに関しては概要欄に貼っ付けておりますので、もしよければご確認いただければなと思います。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。